皆さんこんばんは。今回は前回の知識編でご紹介したトラピスト1の惑星を一つ一つ巡っていく探索編をお送りしたいと思います。トラピスト1の惑星たちが一体どんな姿をしているのか楽しみだな。それじゃあ早速だけど中心の恒星へ行ってみましょうか。 OK, let's go。 恒星であるトラピスト1は私たち太陽と比べると大きさが約 11% しかない小さな恒星です。太陽というより木星の大きさに相当します。色もかなり赤いよね。赤いと温度が低いんだっけ？そうなの。表面温度も太陽の半分以下の約2300度しかありません。重さである質量も太陽の約 0.089 倍しかなくて、ほんと太陽より軽くてちっちゃい恒星になります。ほとんどやる気を失った太陽みたいだね。やる気を失ったんじゃなくてもともとこうなのね。トラピスト1は生まれたその時から直径が小さくて表面温度が低くて明るさが暗い状態で生まれたの。そんな恒星を赤色矮星という分類で呼んでいます。赤色矮星という言葉も表面が低温で赤色に見えるためこの名がついたのね。低温で内部での核融合の速度も遅いため星としての寿命も長いわ。現在トラピスト1の年齢は太陽より長い約54億年から98億年にあたります。形は小さくて暗いけど太陽の先輩なんだね。年老いて見えるけど自転周期は約 3.3 日で太陽と比べるとかなり早いです。だいたい自転速度が速いと星の年齢が若いって言われているから、もしかしたらまだまだバリバリ現役なのかもね。それではいよいよそんな赤色矮星の周りを回る惑星たちへ突入します。 I was waiting。 まずは第1惑星のトラピスト 1B になります。メタンとか大気の熱い天王星とか海王星みたいで、なんか随分のっぺりした惑星だな。そうね、惑星 B は地球よりも熱い大気に覆われているようです。でも最新の観測結果では水素やヘリウムの検出はされなかったという結果が出ています。もしかしたら二酸化炭素か水蒸気じゃないかって予想されてるわ。恒星に一番近い B は熱い水蒸気の大気による圧力が生じていて、その数値はなんとなんと推定101から104バールもの大気圧を持つことが判明しています。だいたいどのくらいの圧力なの？水深10メートル潜るごとに水圧が約1バール上昇するから、だいたい水深900から1400メートルくらいの水中に潜った時の水圧に相当します。 Seriously？ 人が素潜りで潜れる水深はせいぜい100メートル。アメリカのシーウルフ級原子力潜水艦の潜航深度が約500メートルだから、とてつもない圧力がかかっているのがわかるよね。惑星 B に降りるときは深海潜水艇が必要だな。そんな B の表面温度はスピッツァー宇宙望遠鏡による観測で477から1127度以上にもなることがわかりました。水蒸気の著しい増加で光学的暑さが増し、大気圏まで達する気温の著しい上昇が見られる暴走温室効果が起きていることが判明しています。私たちの太陽系では金星が熱い大気に覆われて灼熱の惑星として有名だけど、それでも暴走温室状態には至っていないというから驚きよ。金星以上にスコーチングヒートだったとはね。でもそんな惑星 B に降りてみると兄弟星たちの共演が綺麗です。惑星 B の極に行くとトラピスト1がずっとお空に止まって幻想的よ。地平線に浮いているようにも見えるよね。恒星や惑星がこれだけお互いの重力で引き合っていると強い潮汐力によって岩石質のマントルの内部にも影響を与えてマグマオーシャンが生じて加熱をしているそうよ。惑星 B は内から外から熱だらけだな。それじゃあお次は惑星 C へ行ってみましょう。 OK, let's go next time。 第2惑星のトラピスト1
ピスト 1C は、その直径が約 13,968km と地球とほぼ同じ大きさを持った岩石惑星になります。しかし最新の惑星質量推定によると、中心コアの割合にもよりますが、海や氷、熱い大気は存在しないと考えられています。主星から地球と月の6倍の距離を公転し、公転周期はわずか 2.4 日で1周しています。惑星 C の1年は2日半か、年取るの早いだろうね。表面温度は嬉しいことに 61.8 度から 68.8 度。わーお、サウナの温度くらいじゃん。もしかしたら水と生命がいるかもよ。残念だけどまだ暑すぎるよね。しかも惑星 C も惑星同士の潮汐加熱によって、岩石質のマントルが溶岩化するマグマオーシャンを作り出すのではないかと言われています。これだけの温度では水が液体で存在するのは難しくて、あったとしたら大気中に水蒸気として存在する必要があります。このシミュレーションでは海が広がっているけど、以前までの予想でしょうね。 That's too bad。 特に惑星 C は計算円のマグマを噴出する火山があるかもしれないと考えられていて、木星のイオに近い環境だと言われています。しかも水素やヘリウムで満たされた形跡がないことから、薄く二酸化炭素などからなる大気が存在している可能性が示唆されています。液体の水がないのは惜しかったね。そうね、主星から受け取っているエネルギーは金星、地球、火星と同じ量なのだそうだから、もし液体があったら生命がいたかもね。今後の観測結果に期待だな。それで順番では次は惑星 D になるんだけど、ハビタブルゾーン内の惑星と分けたいので、次は再演の惑星 H をご紹介します。美味しい話題は後にとっておくんだね。はい、着きました。これが再演の第7惑星トラピスト 1H になります。灼熱の惑星から一気に冷えた惑星になったな。主星までの距離は約900万キロメートルから960万キロメートル。トラピスト1の惑星系では唯一、他と軌道共鳴を起こしていない惑星になります。表面温度はマイナス105度と水も凍る世界だけど、太陽から水星までの約5分の1の距離しかありません。それだけトラピスト1の主星が小さくて低温だからだね。そうそう、ここまで来ると主星から受け取るエネルギーも小さくて、その地表での熱量は私たちの太陽系でいうと準惑星のケルスに相当します。火星と木星の間にある小惑星帯の天体だね。 It's cold。 これだけ冷えていると表面が氷で覆われている可能性があります。惑星内部に熱源があるとすれば、氷の層の下に液体の水があって、エウロパのように熱水噴出口があるかもしれないわ。でも木星のエウロパやイオのような潮汐加熱による熱源の可能性は今のところ低いと見られています。まだまだ調査が必要な惑星なんだね。それではお時間も長くなりましたので、続きの D、E、F、G の4惑星は次回にしたいと思います。生命居住可能領域 Habitable Zone は興味津々だよ。そのハビタブルゾーンと同じ意味で使われるゴルディロックスという女の子が登場するイギリスの童話の元となった3匹のクマの詩を書いたイギリスの詩人の言葉にこんな言葉があります。 Live as long as you may. The first 20 years are the longest half of your life. できる限り長く生きてください。最初の20年間は人生の中で最も長い半生なんです。ロバート・サウジー。それでは今回はこの辺で。 Let's meet again next time. Bye bye. もう少しで10分の尺になるので、それまでちょっと雑談。これは NASA のトラピスト1の惑星系と太陽系の4惑星との比較図なんだけど、ど
れも地球に似た数値で期待と関心が高まりますね。ここで気になる点が見つかりました。水星と火星の質量が異常に小さいんだけど、なんで？本当だ、トラピスト1で一番半径が小さい D でさえ 0.30 もあるのに、水星と火星の質量がめっちゃ小さいのはなんでなんだろうね。自分たちのことがよく分かってなかったな。この謎を知っている人、コメント欄で教えてくださいね。その他、感想とか気軽に書き込んでくれると嬉しいな。それでは、今度こそこの辺で。バイバイ。